えー、筑波大学の安野です本日は計算工学顕微鏡コンピテーショナリーオーギメンテッドオプティカルコーレンスマイクロスコープという私たちの研究プロジェクトについて説明していきたいと思いますこの CAOCM という技術は我々によって開発されたオプティクス工学ですねこれと信号処理を透過に組み合わせた全く新しいタイプの顕微鏡技術です今日はこの技術の応用として薬剤開発特に インビトロのの組織の評価とといいいう話をしていきたいと思いますそれでは詳細見てみてください。それでは筑波大学コンピュテーショナルオプティクスグループで行われている研究プロジェクト、計算工学顕微鏡による生きた組織の機能イメージングについて説明していきたいと思います。この研究プロジェクトの社会的なターゲットは薬剤評価や基礎医学研究です。これらの研究ではステロイドやオルガノイドなどのインビトロのサンプル、 そしてインビボやエクソビボの動物組織というのを用います。これらの組織にはいくつか特徴があります。まずそれが数ミリメートルの厚さを持った厚い組織である,あるということ。そしてそれらが生きた組織であるということ。さらにそれらが機能と関連した微小構造を持っているということ。さらにこれらの組織には細胞だけではなく細胞外マトリックスも含まれているということです。これらの特徴を持った組織を評価、イメージングしたいというのが この研究プロジェクトの目的ですではこれらの組織を評価イメージングするための装置への要求というのをまとめてみたいと思いますまずその装置は組織の深部数ミリメートルを非破壊に可視化する必要があります次に代謝やアポトーシスなどの活動をラベルフリーに画像化する必要もありますさらに機能と関連した微小,微小構造の評価を行う必要もあります そしてコラーゲン、メラニンなどの選択的な可視化も行う必要があるわけです。これらの課題を解決するために我々が用いるベースとなるイメージング技術が光コーヒーレンストモグラフィー、OCT です。OCT はすでに臨床分野では非常に広く用いられる技術ですがいくつか問題や限界があります。まず OCT は分解能と焦点振動の間にトレードオフを持ちます。次に生態機能や活動は可視化できません。 また、顕微鏡に比べて低い分解能しか持っていません。さらに、分子への得意性を持っていません。これらの問題を、計算処理によって拡張し、OCT を拡張することで解決していこうというのが我々のアプローチです。それを我々は Com o、Computationally Augmented OCT Microscope, CAOCM と呼んでいます。では、具体的に4つの拡張機能というのを説明していきましょう。まず、1つ目が、Virtual a p a c h e ニ Engineering。 これは、ホログラフィー処理を OCT と組み合わせることによって、高分解能を実現したり、様々な計測機能を実現したりというものです。次の拡張が、時間スペクトル解析です。これは、OCT の時間、OCT 信号の時間的なふらつきを、統計的に解析することによって、組織の生態機能や活動をラベルフリーに、つまり分子標的を導入せずに可視化しようというものです。 三つ目が生成的イメージングです。これは AI、生成的ニューラルネットワークを用いることによって最低限の計測信号から様々な計測機能を実現していこうというものです。四つ目が付加治療の計測です。これはシミュレーション、電波シミュレーションですね。それと真相学習の母数推定というのを用いることによって従来では計測,計測できなかったような 組織のの変化のさらにに根本ななるようううパラメータを計測していこうといこと試みです特に今回のご説明では拡張機能に時間スペクトル解析そしてそれによる生体機能の可視化というところに注目して見ていきたいと思いますそれではまず今回のプロジェクトでターゲットとしているインビトロのサンプルというものが一体どういうものなのか少し見ていきたいと思います インビトロのサンプル、最も典型的なものがシングルセルです。これを2次元培養するとセルシートというのが作られます。さらに近年ではこれを3次元に培養することが可能になりました。そして作られたのがスフェロイドです。そしてこのスフェロイドに組織としての機能を持たせたものがオルガノイド、ミニ臓器です。でまたさらに大きくなってくると、もはやこれはインビトロとは呼ばないんですが、 動物組織から切除したインディゴえー、すいません。エクソビボですね。エクソビバの組織やまたは生きている動物そのものインビボのアニマルというのがターゲットになってくるわけです。で、ここで従来の顕微鏡というのはどのようなところを見ているのかというのを見ていきます。と、ここですえー、2次元から3次元培養、さらにはオルガノイドあたりまでというのが計測ターゲットになるわけです。ただ、ステロイドやオルガノイドぐらいになってくると、だいぶ暑くなってきますので、えー、あまり従来の顕微鏡が得意なところではありません。 一方で、エクソビボの組織やインビボのアニマルというとかなり大きいものになってきますので、OCT 顕微鏡、我々が興味を持っている OCT 顕微鏡ではなくて、OCT、オプティカルコヒレンス、トモグラフィーが得意とするところですで。今回我々が狙っているのはこの領域です。スフェロイドやオルガノイドから小さなエクソビボのサンプルあたり、このあたりですね。これを CAOCM で狙っていこうというのが我々の、えー、研究の方向性です。でそして、 今回お話しする中では特にこの CA というのは、ラベルフリーな、つまり分子標的を用いない代謝や生体活動のイメージングという意味で CA と、コンピテーショナルオーギュメンテーションという用語を使っています。では、このような計測の例というのを今から説明していきたいと思います。まず一つ目は、主要スペロイド、チューモアスペロイドを用いた抗がん剤の薬効テストです。 まず最終的に我々が興味を持っているシナリオを説明したいと思います。まず患者さんにがんが発生したとします。その患者さんからがん細胞を取り出しスペロイドに培養します。ここにさまざまな抗がん剤を加えてその反応を CAOCM で可視化します。でその結果最も副作用が少なくかつ最も効果的に作用する抗がん剤というのを選び出して患者さんに投与する。これによってテーラーメイド医療というのが可能になります。 では、このような抗がん剤の薬効評価に使えるイメージング技術、どのようなものがあるのでしょうか。まず、歴史的に考えられるのはヒストロジーです。ヒストロジーというのは非常にパワフルな技術であって、いわゆるデファクトスタンダードというものです。しかし、破壊的である組織を切らないことには見れないという問題があります。次に考えられるのが名詞や顕微鏡です。これは分子標的を用いない、ラベルフリーであるというところはいいんですが、 ただ、組織の機能というのを可視化することができません、えー。蛍光顕微鏡というのもあります。これ非常に非常にパワフルな、えー、方法なんですが、分子標的を導入する必要があります。その結果、組織の状態を変えないとイメージングできないという問題があります。また、これらのイメージング技術、すべて基本的には2次元のイメージング技術です。ですので、厚い組織をきちんとイメージングするということができません。 この問題を解決しようというのが CAOCM。我々が興味を持っている技術です。この CAOCM 元になっているのは OCT という技術です。すでに眼科分野や循環器分野では非常に広く使われています。近年 OCT 顕微鏡、高分解能の OCT というのが注目されています。それが OCM と呼ばれる技術です。 でただ、この OCM、OCT というのは問題があります。この主な問題というのが組織の構造しか見られない。つまり、組織の機能を可視化できないということです。この問題を解決するために我々が研究しているのが CAOCM の第2の拡張。ラベルフリーな代謝機能のイメージングです。これ、どのように実現し、えーえー、実現するのでしょうか。実はトリックは非常に簡単です。 サンプルの同じ箇所を何度も何度も OCT で撮影します。そうすると画像の各点において信号のフラつきというのを取り出すことができます。この信号のフラつきを統計的に定用化することによって組織の活動というのを可視化することができます。我々が現在開発して主に使っているのは2つのアルゴリズムです。1つがロガリズミックインテンシティバリアンス。 これは信号のふらつきの大きさですね。信号のふらつきの大きさを定量化したものです。これによって組織の活動の大きさを可視化することができます。もう一つが oct コリレーションディケイスピード oct ocds と呼ばれる量です。これは時系列の信号のふらつきの自己相関関数がどの速度で減衰していくのかというのを可視化したものです。 これによって組織の活動の速さというのを可視化することができるようになります。それでは、なものが見れるのか、スタディを説明していきたいと思います。このスタディでは、まず主要スペロイドを作り出し、そこに3種類の抗がん剤を適用します。そして、その3種類の抗がん剤による反応ですね、それぞれのスペロイドにおける反応というのを可視化していく。 それによって実際に我々の作っている CAOCM がドラッグテスト、抗がん剤の薬効評価に使えるというのを証明していきたいと思います。では具体的なスタディープロトコルを説明します。今回用いたのは人乳がんのスペロイド MCF7 というセルラインのスペロイドです。まず d a y 1にシーリングを開始します。そして d a y 5、5日目にスペロイドが形成されます。細胞の凝集体です。 そこに3種類の抗がん剤を、えー、3種類の濃度で適用しましたで。3種類の抗がん剤、パクリタキテル PTX、タモキシフェン TAM、そしてドクソルビシン DOX ですで。この抗がん剤を適用したと1日目、ここでまず1回目の計測を行います。ここでは、えー、分子標識を入れることによってリファレンスとして 傾向画像を取り、その後 OCT のイメージング、OCM のイメージングを行っていますで。また同じ計測を3日目、6日目にも行っています。では実際に結果を見ていきましょう。まず、えー、これ一つ例を示したのが抗がん剤を適用しないパターンです。抗がん剤を適用したと仮定した日から1日目、3日目、6日目を見ています。で上の部分が LIV。すみません。上の3つの画像が LIV。下の3つの画像が OCDS。つまり、上が組織の活動の大きさ。下が組織の活動の速さですで。赤が信号が小さい。緑が信号が大きいというのを表しています。つまり、まず上の部分を見ることで、組織の中心部で赤。つまり、組織の活動が小さくなっているというのがわかると思います。これ実は、 組織のネクローシスを表しているんですね。この部分です。で、実際、蛍光標識をつけた蛍光イメージングと比べてみると、非常に近い画像が得られているというのがわかると思います。この赤の部分というのは蛍光標識なんですが、ネクローシス、組織、細胞が死んでいるというのを表しています。で、また、ブライトフィールドマイクロスコープと比べることによって、この赤い部分というのがネクロティックコア、 細胞の壊死を起こしている部分の塊であるというのがわかります。では、ここから具体的に抗がん剤を適用した例を見ていきたいと思います。まず、パクリタキセル、PTX です。LIV、このように見えます、えー。抗がん剤パクリタキセルを適用してから1日目です。0.1マイクロモラー。このマイクロモラーというのは抗がん剤の濃度の単位です。 0.1マイクロモラ、1マイクロモラ、10マイクロモラと左から右に行くに従って抗がん剤の濃度が高くなっていきます。まず0.1マイクロモラ、一番左を見てみてください。真ん中に赤い塊、ネクローシスを起こしている塊があるのがわかります。その周り、緑の信号が見えています。緑というのは組織の葛藤が活発であるということです。 でこの緑の部分実は周りを取り巻いているメディアから栄養を受けていてまだ組織が生きているというのを表しています抗がん剤の濃度それほど強くないからなんですねで逆に真ん中の部分というのは組織が栄養されずまた酸素も共有されないために壊死を起こしていますでその状況が抗がん剤の濃度が高くなってくる1マイクロモラーで少し変わってきます外側の元気だった部分に死に始めた細胞赤い部分というのが見えてくると思います これはさらに10マイクロモラ一番右ではもっと大きくなります。でさらにこれを、えー、ダイナミクス、組織の活動のスピードで見てみましょう。同じようなパターンが見えます。ただ、中心部のネクローシスのコアというのはよりはっきり見えると思います。次に3日目、6日目を見てみましょう。0.1マイクロモラはそれほど変わりません。一方で、えー、抗がん剤の濃度が高くなってくると、外側の 元気のない細胞、赤い細胞というのがどんどん大きくなってきているのがわかります。さらに10マイクロモラ一番右ではネクロティックコアも消えているというのが見えてくると思います。また、組織の活動のスピードを表した OCDS でも同じように見えてきます。ただ、こちらでは組織がエシを起こしてある、起こしているであろうと思われる赤い部分というのが、いくつかのドメイン構造になって、ボコッボコッと塊で見えているのがわかると思います。 さらに、えー、蛍光顕微鏡の画像と比べてやりますと、OCDS、あ、すいません、LIV ですね。LIV と、えー、フローレッセンス、蛍光顕微鏡の画像というのは非常に近いというのを見て取ることができると思います。では、次の抗がん剤に行きましょう。タモキシフェンです。タモキシフェンでは、LIV 低濃度0.1マイクロモラーは、実は コントロール、つまり抗がん剤を入れていない例とほとんど変わりません。で少し抗がん剤濃度を上げてみます。1マイクロ、1マイクロモラで、そうすると、ネクロティックコアが少し小さくなっていって、逆に周りの元気だった緑の部分に赤い元気のない細胞が出てきているのがわかると思います。しかし、やはりあまり変わらないんですね。で、OCDS でも同じ感じです。えー、これらの結果、LIV の 低濃度0.1マイクロモラ、1マイクロモラ、さらに OCDS の0.1マイクロモラと1マイクロモラというのは抗がん剤を入れていないものとほとんど変わりません。でところが10マイクロモラ、抗がん剤濃度を開けてやると状況は劇的に変化します。3日目、6日目を見てやるとまず3日目ですね、赤い部分、死んでいる細胞というのが非常に多くなります。そして6日目ではスフェロイドそのものが非常に小さくなっているというのがわかると思います。 これは組織の活動性の速さを見ている OCTS で見ても同じです赤い部分というのが一気に増えて6日目では小さくなってかつ全体が赤くなる低信号に見えているのがわかると思いますでこれやはり蛍光顕微鏡と見ても同じような所見が得られていますでここで一度リマインドしておきたいのはこの蛍光顕微鏡非常にいろんなことが分かっているんですがこれを取るためには分子標的を導入する必要があります その結果、我々が見ている組織というのは、本当に生きている組織とは共通しなくなるんですね。で、ところが、我々の作っている OCM、OCT 顕微鏡では、分子標的を導入することなく、生きたままの組織を可視化することができます。それでは、3つ目の抗がん剤、ドクスロビシン、ドックスに行ってみましょう。まず、0.1マイクロモラを見てみます。Day1、Day3、Day6 と、 大きさはあまり変わっていません。しかし、時間が経つにつれて、周りが毛羽立ってきています。で、また、Day6 では、非常に多くの赤い領域、つまり、生体の活動が下がっている領域が見て取れると思います。この部分ですね。で、OCDS でも同じように見えます。ただ、えー、Day6 で見られる赤い領域というのは、OCDS ではもう少しドメイン構造を持って見えていると思います。 次に1マイクロモラを見てみましょう。少し状況が変わりました、えー。ダイナミクス、緑や赤の出方というのはあまり変わらないんですが、全体的に時間が経つにつれて小さくなっているというのがわかると思います。OCDS でも同じような感じです。で、この状況、10マイクロモラになると大きく変わってきます。今度は大きくなってくるんですね。OCDS でも同じです。 これ最初我々何らかのミスが起こっているのかなと思って何度かやってみたんですが何度やっても1マイクロモラで小さくなって10マイクロモラ濃度が上がると今度は大きくなります。で、またよく見てやると OCDS の10マイクロモラ a D6 の部分を見てやると真ん中に赤い信号が顕著に出ているというのがわかると思います。これ少し覚えておいてください。でこの LIV の初見というのは 傾向画像とやはり非常によく一致しているというのもわかると思います。では、これらの3種類の抗がん剤の主要スペロイド、ガンスペロイドへの作用というのをまとめて解釈していきたいと思います。まず、パクリタキセル PTX から始めます。パクリタキセルというのは細胞,細胞内のマイクロチューブルに作用する薬です。 で、そして、この PTX とのは、マイクロチューブルに作用することによって、細胞分裂を抑制します。その結果、PTX を入れることによって、スフェロイドのボリューム、えー、体積ですね。これが小さくなっていったということだというふうに我々考えています。また、えー、パクリタキセル PTX というのは、細胞内のベシクルやオルガネルのトランスポート、 え、微小細胞器官の移動というのを阻害します。その結果、組織内の動きが小さくなり、故に OCT 指向のふらつきが小さくなって、赤い領域、組織のダイナミクスの小さい領域というのが出てきたんだろうというふうに我々は考えています。では次にタモキシフェンの場合に行ってみましょう。タモキシフェンというのは、エストロゲンレセプターというのを阻害します。エストロゲンというのは女性ホルモンですね。 でこの乳がんの細胞というのはエストロゲン、女性ホルモンを受けることによって増殖します。ですので、通常、えー、実際の乳がんであればエストロゲンレセプター、エス,エストロゲン受容体というのを阻害することによって乳がんの増殖を塞ぐ防ぐことができるわけです。しかし、我々の培養しているスフェロイドではそもそもエストロゲンを出す細胞というのはありません。ですので、このタモキシフェンのメカニズムは我々の研究には影響しないはずなんですよ。 で、それを考えると、なぜ低濃度のタモキシフェンでは、えー、抗がん剤を入れてないコントロールというパターンと全く同じ結果が得られたのかというのが説明できると思います。一方でタモキシフェンにはもう一つのメカニズムというのがあります。それが細胞の増殖そのものを防ぐというメカニズムです。これが高濃度になってくるとドミナントになってきて、その結果、 10マイクロモラーでは急激にスペロイドの大きさが小さくなっていったんだろうというふうに我々考えています。最後にドクソルビシン言ってみましょう。ドクソルビシンというのは、えー、癌細胞の増殖を直接的に抑制します。その結果、1マイクロモラーではスペロイドが小さくなっていったんだろうというふうに考えています。でまた、ドクソルビシンはアポトーシスを誘発します。 その結果、アポトーシスの特徴である小さな OCDS 進行、真ん中の部分ですね、えー、スペロイドの中心が赤く見えているというのが10マイクロモラで発現したんだろうというふうに考えています。また、ドクソルビシンは細胞膜を障害します。その結果、10マイクロモラでイ、えー、スフェロイドですスペロイドの表現がただれて、むしろ、えー、体,積体積としては大きくなっていったんだろうというふうに考えています。 以上、スペロイドの話をさせていただきました。では、続いて、もう一つのサンプルである、オルガノイド、特に肺のオルガノイドの話をしていきたいと思います。肺には、アルベオラ、肺胞という構造があります。そして、このアルベオラ、肺胞を作っている細胞には2種類あります。えー、すいません。この肺胞には、エピセリウム、アルベオラエピセリウム、肺胞上皮という細胞があります。あ組織があります。 そしてこの肺胞上皮を作っている細胞には2種類あります。一つが AT1、アルベオラタイプ1ですね。もう一つが AT2、アルベオラタイプ2です。AT1 というのは肺のガスのエクスチェンジというのをプロモートしています。AT2 は一方で、えー、肺の表面活性物質の生成に寄与しています。これらの AT 細胞というのが障害を受けることによって様々な 肺の重,重篤な肺疾患というのが起こります。ですので、これらの AT 細胞を評価したいというのが我々の目的になってくるわけです。では、具体的にどのように評価していくのか。そのためのサンプルとして我々が用いているのが肺のミニ臓器、オルガノイドです。人由来の iPS 細胞を用いることによって小さな機能する肺というのを作ることができます。それが肺のオルガノイドです。さらに、そこに ブレオマイシンという薬剤を投入することによって肺の線維化モデルというのも作ることができます。で、この正常な肺オルガノイドと肺の線維化モデルを作って使って我々研究を行っていそのための評価装置として我々が開発したのが CAOCM 装置、この写真の装置ですね。えー、中心波長840ナノメートル帯の近赤外光プロビームとして用いています。深さ方向の分解のが3.8ミクロン、横方向の分解のが4.8ミクロン。 計測速度は5万 A ラインパーセック、5万深さスキャンパーセカンドです。この装置を用いることによって実際にサンプルを計測をしていきました。では、計測プロトコル、スタディープロトコルを説明したいと思います。まず、オルガノイドを樹立します。ここを D1 とします。ここに一部のサンプルにはブレオマイシン、先ほどご説明した肺の繊維化を誘発する薬というのを入れます。 でその後、Day 4, Day 8, Day 11, Day 17, 18, 19というタイムポイントで OCM の計測を行っていきます。では、実際にどのような結果が得られるのか画像を見ていきたいと思います。まず、コントロール、そしてブレオマイシモデル、いくつか例を見ていきたいと思います。上に示した白黒の画像が通常の OCM 画像。 我々が作ったもので撮影したんですが、我々が特に開発したラベルフリーのイメージングではない形だけの画像です。いくつかボツボツボツと穴が開いていると思います。これが肺胞ですねで。その下のカラーの画像、これが LIV の画像、組織の活動性を特に可視化した画像です。これが我々独自の開発によるアルゴリズムです。拡大してみてみましょう。この部分。えー、緑で取り囲まれた丸い構造、これがアルベオラ。 肺胞ですでまた肺胞の周辺に緑の丸の構造が見えますね。これが、えー、肺胞上皮細胞アルベオラエピセリウムです。アルベオラエピセリウムというのは非常に活発な細胞ですので、えー、緑つまりダイナミクスが高い活動が非常に高い信号として見えています。で従来このような画像を撮るためには様々な分子標的を導入することによって組織そのものを改変する必要があったんですが我々が開発する技術を使うことで 組織を改変することなく、ラベルフリーに、このような活動というのを可視化することができるようになりました。こちらを見てみましょう。赤い構造を見えます。これ、ダイナミックスの低い構造です。これ、実は、ファイブロブラスト、繊維化細胞ですで。ブレオマイシンを入れた繊維化モデルでも、やはり、肺胞上皮というのは緑で、活発に活動しているというのが見て取れることができ、できます。同じように、ファイブロブラスト、繊維化細胞は、 活発性の低い細胞、赤として見えているのがわかると思いますで。ここで時系列のこの信号というのを見ていきましょう。いくつか特徴があります。まず、コントロールの D4、ここですね。肺胞上位細胞、緑に見えています。かつ、非常にスムースな表面形状を持っているというのがわかると思います。真ん中にボコッと穴があって、それを緑が取り囲んでスムースに見えています。でところが、これしばらく時間が経ったコントロールの d t e 18であるとか、さらには繊維化を誘発したプレオマイシンの d v e 4、t e 17では、この構造というのが少しただれてきて、かつ赤と緑のモザイク状なアピアランスが出ているのがわかると思います。少しか、えー、拡大してみましょう。これです。まず、えー、従来から撮影することのできた構造だけの情報では、高輝度な信号、白い信号というのがあるというのだけが見えます。 一方で、我々が新たに開発した組織のダイナミクスのイメージング、ラベルフリーな活動性のイメージングを見ると、活動の高い部分、緑というのと、活動の低い部分、赤というのがモザイク状に散りばめられて映っているというのがわかると思います。これが一体どういうことなのか、ここから解釈していきたいと思います。まず、先ほどご説明したように、肺の中には肺胞と呼ばれる構造があります。そして、 この肺包には肺包上皮という組織があり、その肺包上皮には2種類の細胞があります。AT1 と AT2 です。ここで、えー、この2つに共通した先祖細胞、プロジェニターセルというのがあります。これが AT0 です。ここで AT1 が何らかの障害を受けると、それが AT2 にシグナルを送ります。その結果、AT2 が AT0 に先祖がりします。ディプログラミングという現象です。 そして、この AT0 がもう一度 AT1 や AT2 に分化します。再分化するわけです。これ自体は非常に正常なプロセスです。しかし、この、えー、再分化の段階でミスが起こることがあります。その結果、本来であれば、肺胞上皮細胞になってほしいにもかかわらず、なぜか、気管支上皮細胞という別の細胞になってしまうことがあるんですね。で、この肺胞上皮細胞と気管支上皮細胞は、 異なっった活動性を持っていますその結果、えー、このようなモザイク状の緑と赤のアピアランスというのが見られたんじゃないかなというふうに考えています。つまり、我々は分子標的などを導入することなく、生きたままの状態の組織で、この気管市場皮の生成、気管市場比化星という現象なんですが、これを非常に細かく見ているということが言えると思います。これは従来の顕微鏡ではラベルフリーには見られないものでした。 しかし我々の作っている CAOCM という装置を作ることに使うことによって、えー、生きたままの組織で生きたままの状態でこの気管市場非火星という状況を観察できるようになってきました、えー、ここまで我々自身が開発してきた技術手法である CAOCM を用いてインビトロのサンプルの生態活動をいかに分子標的などを用いずに可視化するかという話をしてきましたしかしこの技術にはまだいくつか問題があります この問題をいかに解決するかという話と絡めて、現在我々が行っている研究、特に技術的な部分について簡単に説明しておきたいと思います。まず一つ目の問題は長い計測時間です。現在の我々の装置では、一つのボリュームを撮影するのにおよそ1分の時間がかかっています。それは組織の1箇所を32回計測する必要があるためです。 これをおよそ8分の1まで減らそうというのが Generative LIV という手法です。ここでは画像生成の AI をトレーニングすることによって少ないデータ点数から従来と同じだけの画質を再現するということに成功しています。続いての問題が組織のダイナミクス、活動性のより定量的な評価です。今回紹介させていただいた LIV や OCDS というのは ある程度定量的に組織の活動というのを評価することができるんですが、ただその解釈には未だに難しい部分が残っています。その問題を解決するために我々が新たに開発している統計的な手法、アルゴリズムというのが Quantitative LIV、Variable Time Window LIV です。これは擬似的に計測時間を変えながら何度も何度も OCM 信号のふらつき LIV というのを計算していきます。 計算していくというものです。それによって、横時間に計測時間、ここではタイムウィンドウと呼んでいますが、計測時間、そして縦軸に LIV という一つのプロットを作ることができます。このプロットを、えー、一時のサチュレーションファンクション、飽和関数でフィッティングしてやります。そうすると、この飽和関数のパラメータとして、二つの値が出てきます。一つが飽和値 A ですね。 これをマグニチュードファクターとして、そのままイメージングパラメータとして用いることにしました。これによって、非常に定量的に組織の活動の大きさを、従来の LIV よりも定量的に組織の活動の大きさを可視化することができるようになってきました。次が、この部分、タウです。厳密にはタウの逆数、タウというのは時計、すみません、時定数ですね。この時定数の逆数として、ダンピングファクター、DF というのを定義しました。これをまさに、 組織のの活動の速さに対応した量ですこれによって組織の活動の速さを非常に定量的に可視化することが可能になりました実際に先ほどお見せしたスペロイドンでこの新しい LIVVLIV 特にマグニチュードファクターとダンピングファクターでイメージングした例を示してみたいと思います右の2つ示しているのが先ほどもお示し,した OCDS と新たに開発したダンピングファクターです OCDS というのは組織の活動の速さに対応しているというふうには我々考えていたんですが、えー、定量的な解釈の非常に難しい量でしたしかし今回新たに我々が開発したダンピングファクターを用いることによって組織の活動が速いかゆっくりしているかというのを非常に直接的に可視化することができます例えばこの一番右のダンピングファクターのイメージ、えー、スフェロイドの中心部分が緑高いダンピングファクターが得られていますこれはつまり 組織の活動が早いというのを直接的に表しているんですね。そしてその周りはゆっくりになっています。これ実は別の手法で計測したのとも一致するんですが、組織が代謝しているときには、ゆっくりと、しかし大きな信号、えー、大きな、すみません、えー。ゆっくり、しかし大きな信号の揺ら,揺らぎというのが起こります。それがまさに反映されています。LIV やマグニチュードファクターで見ると緑、つまり 大きな揺らぎが見えていて、かつダンピングファクターでは赤、つまり、ゆっくりした揺らぎが見えているということです。一方、真ん中の部分、我々はおそらく絵シが起こっている、ネクローシスが起こっているんだと考えています。このネクローシス、実は動き自体は小さいんですが、速い動きが起こっているというのが知られています。まさにそれが今回我々が開発したダンピングファクターでイメージングされているわけです。続いて、次の問題。 え、CAOCM で現象を多面的に観察するというのを見てみましょう。ここまで我々細胞の動的な特徴、ダイナミクスですね。これに着目してイメージングを行ってきました。しかし、より直接的に細胞内の微小な形態の特徴をイメージングしたいという要求があります。そのために我々が行っているのが産卵体密度推定器です。これはニューラルネットワーク、AI を用いて 産卵体の中のえー、すいません細胞の中の産卵体密度。しかも、えー、顕微鏡 O.C.M. が分解能よりも小さい産卵体の密度を推定しようというものです。そのために我々がまず行ったのが O.C.T. 信号のシミュレーションです。まず小さな産卵体を仮定してその数値的なモデルを作ります。その後 O.C.M. のイメージングプロセスを波動光学によってシミュレーションして O.C.M. の画像パターンというのを作り出します。 この元々の散乱体のパターンと画像のパターンというのをペアにしてニューラルネットワーク、AI を学習させてやります。この学習が終わったら、この後は実際に計測された信号を導入、代入することに、このニューラルネットワークに代入することによって、実際の組織の散乱体密度を推定するということができるようになるわけです。実際、このスペロイド、先ほども示したスペロイドに入れることによって散乱体密度というのが 時系列でどん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 ん落ちていくというのが可視化に成功していますただこれ問題があるんですねスペロイドある程度均一な組織のはずなんですが上の部分産卵体密度が高い風に写っています、えー、緑ですところが下の部分赤産卵体密度低く写ってるんですねこれ一体何なのかというとおそらく上の部分で起こった多重散乱しているフォトンが下の部分に移り込んで計測を邪魔しているんだろうという風うに我々考えています そこで、えー、この問題解決するために我々が開発しているのが多重散乱フォトンをサプレスするメソッドです。でこの方法では、えー、電気的にイメージングの対物レンズの焦点というのをスキャンしてやります。そして、それと同時にそのスキャンした焦点位置というのを補正するようなホログラフィック信号処理を OCM に加えます。ちょっとこれかなり複雑なところなので、わからない人 少し頑張って無視しながらついてきてください。ただ、えー、とそのようにあの、そのようなモジュレーションを行うことによって、炭酸卵のフォトンだけは生き残らせて、多重酸卵のフォトンの位相というのをミックスすることができるようになります。その結果、炭酸卵のフォトンと多重酸卵のフォトンを分けて、炭酸卵のフォトンだけをイメージングに使うということができるようになるわけです。例えば、ここで示した真ん中の赤と黄色の画像を見てみてください。 これ、ゼブラフィッシュという魚を輪切りにしたものです。で輪切りにしているので、上と下というのは対称形の構造を持っているはずですで。ここで変更の均一性というのをイメージングしているのが、この真ん中の赤と黄色のイメージングです。赤の部分は変更の均一性というのが高い。黄色というのは低いというのを表しています。黄色はランダムということですね。で本来あの、この上と下というのは魚の右と左なので、 同じパターンが得られるはずですところが上の方がランダムネスが低くて下の方がランダムネスが高いという結果,、えー、結果が得られています。これがこの画像の上の部分ですで。一方、その下の部分ですね、下の対を見てみてください。黄色い部分の信号、弱くなっていると思います。つまり、ランダムネスが低くなって元の画像が回復されています。これが多重散乱のフォトンの影響を軽減することによるプラスの影響です。 え最後のところ見てみましょう。具体的に何が起こっているのか。このダイナミクス、組織のダイナミクスやファンクション、何が起こっているのか。OCM の計測信号から、さらに遡って組織の中の直接的な現象とのを知りたいという要求があるわけです。どのようにすればいいのか。我々がとっているのはシミュレーションによるアプローチです。実際に組織の中で起こっている産卵体の運動や屈折率の変化というのをシミュレーションしようとしています。 でこのシミュレーションに基づいて実際に OCM の信号を作り出し、この OCM の信号から先ほどご説明した LIV や OCDS、さらにはダンピングファクターやマグニチュードファクターというのを計算します。これによって順方向の減少というのを計算機の中で再現することができます。一旦これができてしまえば先ほどの散乱体密度推定と同じようにこのペアを用いてニューラルネットワークをトレーニングするということができるようになります。この結果、 最終的に計測された LIV や OCDS から具体的に組織の中でどのようなミクロの物理現象が起こっているのかというのを知っていこうというのが我々が現在行っている研究の中で最もホットな部分です。え以上簡単にまとめていきたいと思います。我々が研究しているのはコンピュテーショナリー・オーギュメンテッド・オプティカル・コヒーレンス・マイクロスコピー。 計算工学によって拡張された光イメージングという研究です。研究プロジェクトですで。ここではバーチャルアパチャーエンジニアリング、時間スペクトル解析、生成的イメージング、シミュレーションプラス真相学習による母数推定。我々これ、不可治療の計測と呼んでいるんですが、これらの様々な計算工学によるオプティクスの拡張というのを行っています。その結果、インビトロのサンプルを総合的に評価するということが可能になってきています。 でさらにこれからどん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 その精度を上げていきたいまた見えなかったものを見ていきたいというのが我々の研究プロジェクトですただこれ研究としては非常に面白いんですがこれ作っているだけでは大して役に立ちませんそこで我々が狙っているのが実際に製品,製品化可能なプロタイプを開発するということですこれによってお医者さんなどのユーザーによって簡単なオペレーションを実現し安定動作を実現しさらに高速な画像生成を実現します これによって、この技術そのものを大学の研究室から非常に早いペースで実際の医療現場ですね。医療現場や生物学、ライフサイエンスの研究現場に運んでいこうというのが我々の狙いです。え以上、最後になってしまいますが、今日ご説明した研究というのは非常に様々な研究グループのコラボレーションによって成り立っています。で特に我々のグループ、コンピューテーショナルオプティクスグループというのはその中にも なな国や様々な大学から人が集まっってててきて研究を行っています、えー、我々の研究グループ、コンピューテーショナルオプティクスグループというのは、実は日本語をしゃべる人間というのは少数派というあの非常にダイバーシティの高いグループです。もしあのこれらの研究、さらにグループにもっと興味のあるという方、ぜひこのウェブサイトも見てみてください。以上です。どうもありがとうございました。